今回は逆関数の求め方について学習していきましょう。1、2つの変数 xy について関数 y イコール fx として x が y の関数であるとき、x イコール gy を y イコール fx の逆関数と言います。2、逆関数であっても x、y を入れ替えて x の関数として表すことが多く、y イコール f インバース x と書きます。グラフは y イコール x に対して線対称になります。関数 y イコール fx の逆関数を求めるには x について解く必要があります。 y イコール2分の 1x プラス3の場合は x について解くと x イコール 2y マイナス6となります。 4. x、y を入れ替えて x の関数にした y イコール 2x マイナス6が逆関数となります。それでは練習をしてみましょう。一時停止ボタンを押して練習問題を解いてみましょう。解き終わったら再生ボタンを押して丸付けをしましょう。それでは答え合わせです。1番の答えは y イコール 2x プラス4で、2番の答えは y イコールマイナス3分の 1x プラス3分の1です。2つとも正解しましたか？最後に今回の学習のおさらいです。今回は逆関数の求め方について学習しました。2つの変数 xy について関数 y イコール fx として、 x が y の関数であるとき、 x イコール gy を y イコール fx の逆関数と言います。逆関数であっても x、y を入れ替えて x の関数として表すことが多く、 y イコール f インバース x と書きます。グラフは y イコール x に対して線対称になります。関数 y イコール fx の逆関数を求めるには x について解く必要があります。 x、y を入れ替えて x の関数にすると逆関数を求めることができます。これで今回の学習を終わります。